音質はいいんだ。装着感も前作から改善した。でも説明文がわかりにくい。イヤホンの説明は孤立集落の口伝の記載じゃねえんだぞイヤホンレビュー。今回は、物が良くて独特な音色と、独特な説明文を持つ、インターオーラブランドから、プルームが登場だ。プルームの前作、ユースプレンダーでは、ほぼベリリウムな音を実現した、両面二重金属コート振動板、という説明を、両面ベリリウムコートに勘違いする、という大惨事をかましてしまい、めちゃくちゃ自爆していた。なので、今回のモデルでは、できる限り間違いがないように、と、パッケージを見てみたら、搭載されているドライバーユニットは、10ミリ直径ダイナミック型変換器。早い話10ミリダイナミックドライバーなんだけど、このメーカーのスペックは、なんというか、独特すぎてインターオーラ文法というか、ミスはないように3回見たけど、それでもミスってたら指摘してほしい。明らかにこの海外の人間が翻訳しにくいマニア的説明文章が、海外ユーザーの購入への障壁を上げている気がするんだわ。と、阿鼻叫喚の裏事情を見せたところで、このイヤホンの重要な要素は、美しいフェイスプレートを持つ樹脂ハウジング、内部に黒い構造シェルと、それを覆う、外形シェルの2層構造。この凝った成形は、ラナプルームが持つ、AWCT と呼ばれる音響構造を実現するためのものみたい。実際、このシステムのおかげか、ラナプルームには独特な残響感と、低音の臨場感が存在する。ただし、スプレンダーとは違い、背面の開放度を高める設計は採用されておらず、その結果、ラナシリーズの方が、シェルはスリムになっていて、装着感はだいぶ良くなったな。以前レビューした、ユースプレンダーほどシェルの開放度が大きく取られていないので、高音域の量感がかなり変化するかな、と思ったんだけど、今回はダイヤモンドライクナノ光源部振動板。という、それほとんど DLC じゃない?という名称の振動板が使用されているせいか、高音の眠さとかは感じなかったな。それでいて、中低音側の量感や臨場感は独特なものがあるので、ここがインターオーラブランドの良いところで間違いなさそうだ。シェルはきちんとよく作られていて美しい、1ダイナミックドライバーとその反響を制御する AWCT 構造を覆う、暗い部分のシェルの上から、耳の形に合わせた透明なシェルがさらに覆いかぶさるように成形されている。この、なんかよくわかんないけどすごいことをやっている、感が、全体的に漂うのが、インターオーラブランドの特徴だな。付属品は、程よいサイズの豪華ワケース、ほどほどの質感のケーブル、ケーブルは 3.5 ミリのみ選択可能。この価格なら、最初からバランス接続可能なセットを発売して欲しかったところだ。今後、4.4 ミリバージョンも発売されるかもしれないが、現状では 3.5 ミリのみ選択可能だぞ。今回突っ込みたいのが、イヤピ、3種類ついてくるんだけど、バリなどが残った、低価格でも見かけるようなものとなっていて、これだと、1種類もうちょっときちんとしたものが付属した方が嬉しいかなぁ、と思う。それぞれのイヤピは6ペア、合計18ペアついてくるんだけど、実は、並べてわかったんだけど、これ、S、MS、M、ML、L、LL みたいな、3サイズ展開じゃなくて、同じサイズのイヤピがそれぞれ2ペアずつ入っている謎仕様。いや、1個あたりの単価を上げてほしいが、こういうところがインターオーラブランドな感じはする。前回は困惑しつつも、しっかり音いいな、と感動してた。今回もしっかり音はいい。が、初代がなんか変なテンションで身内にしか通じないワードを連打してる感じがあったので、自作では改善してくるかと思ったら、相変わらず謎のちょっともじった名称だとか、肝心なところを伝えてくれないスペックとか、二回目に触ったので特にそういうところが強調されて感じられたな。突っ込んでこなかったけど AWCT ってなんだよ、説明の伴わないユニバーサルメルカトル理論みたいな状態じゃないか。僕は、イヤホンをメーカーの申告している、スペックを見て期待して購入するタイプの人間なんだけど、説明を聞くとわけわかんなくなるメーカー、それがインターオーラだ、それでいて実力がある、なんなんだお前。なんだかこれまで数年触ってきた中華イヤホンとは、別の意味でのうさんくささが常に漂うブランドなんだよな。うさんくさいだのなんだの言いたい放題言ってきたが、これでちゃんと音がいいから余計始末に負えない。いろいろとこのブランドらしさ、のようなところを浴びまくったので、そろそろ音質の話をしようか。ラナプルームの音は、DLC っぽい振動板に独特の残響を付与した音。この残響というか、箱鳴り感というか、不快には感じないんだけど、ハウジングの影響を感じられるところが、インターオーラのイヤホンシリーズの特徴なのかな?普通の DLC 振動板と、本気に使われている。DL ナノコーティング振動板の間の違いはわからないんだけど、聞いている感じ、両者の性格は近そう。そこに、独特な音響設計を加えたものが、プルームの全体像だな。一般的な樹脂系ハウジングよりも、明らかに残響と中低音域の厚みが大きく取れるように調整されていて、低音域などが重く残りやすい音。
ただし、もちろんそれだけじゃなくて、全体に音が近く、また、高音域も結構鮮烈になるので、中低音域が特に盛り上がっているんだけど、他の帯域とはまたかき分けられている、という印象だな。解放度を取っている上、ほぼベリリウムな振動板の、独特な響き方のあった、ニュースプレンダーと比べると、こちらの方が一般的、解放度がない分、密閉感が強く、より濃い音が楽しめるし、振動板の癖も、こちらの方が少なく、そこに外装で響きをプラスしているような印象を受けた。音色を分解してみようか。高音は、一部目立つものがあるものの、刺さる音はなく、また、超高音域が減衰しているので、フェルトなどの吸音力のある素材の貼られた、防音室か何かで聞いているような印象になる、モニター調とも異なる、高音の減り具合で、特に、出力が大きいアンプに組み合わせるほど、この高音が細る現象は弱まる、結構アンプや上流を選ぶタイプのイヤホンのようだ、インピーダンスも32オームとちょっと高めだからな。先ほど密閉感がある、と書いた空間表現に関しても、十分なパワーを使えるデスクトップ用の USB DAC アンプに組み合わせたら、かなり広がるようになった。もちろん、相変わらず閉塞感はあるけれど、イヤーピースを使ってここら辺を調整するデザインなので、音に合うイヤーピースに付け替えるのが良いだろう。バリとかが気になったので、今回は別のイヤピに交換したけど、イヤピが最終的な音色に影響しやすい設計っぽい。遮音性は高め、密閉度も高いので、ここは納得できる。音漏れもそれほど大きくないので、静かな空間で使うのにも向いているな。ただ、密閉度が高いので、ケーブルのタッチノイズは大きめになる点に注意が必要。幸い、標準ケーブルはタッチノイズが小さなケーブルなので、標準状態で問題なさそうだ。ボーカル帯は、低出力のアンプでは、若干潰れたようになる場合もあるけど、高出力の DAP なら、力強く、分離もしっかりしている、ちょっと強めのプレイヤーと組み合わせるのが良さそうだ。ボーカルは、軽やかな女性ボーカルから力強い太い声の男性ボーカルまでしっかりと鳴らせる、スプレンダーにも同様の印象があったので、振動板が変わっても、インターオーラが、重視している部分には、しっかり共通点があるのを感じられたぞ。中低音域から低音域の響きに独特さがある、一瞬遅れて壁に反射した音が響くような印象で、普通のこの手の振動板の音に比べると、厚みがあって、密閉された閉所ではあるものの、空間を感じる音だ。強めのデスクトップアンプなどと接続した時の音では、低音域側にはあまり変化を感じなかったんだけど、高音域側が生き生きしてくると、のっぺりと平面の密閉感がある、近い音だったものが、しっかりと空間と定位を感じられるようになる、強いアンプを使え、というより、相性の良いアンプがある、といった印象か。今回は、テンポテックマーチ3、サバジデイ3、サバジデイ3とコルグ HAS、SMSLM300SE と、4つの組み合わせを試したんだけど、この中で、コルグ HAS に接続した時だけ、明らかに空間が狭まっていた。本来、空間が広がる、かつサブベースがより印象的になるような結果になることが多いコルグ HAS なんだけど、ラナプルームとは相性が悪かったな。空間は、閉所ではあるものの、しっかり感じられる音だ。ただ、前述のアンプ次第では、非常に狭苦しくなる。高音の変化と合わせて、いくつかアンプを試してみるのが良いだろうな。というわけで、新しいインターオーラの製品、初代製品で感じていた説明の違和感がようやっと判明したわけだ。早口で自分の作った略語を使いまくるタイプのオタクエンジニア説明文だこれ。でも繰り返すが、ちゃんと音はいいんだ。怪しいけど、音はいいんだ。怪しいけど、というわけで、なんだか15年ほどロールバックしたような、DIY 中華イヤホン地味た香りの残る、複雑なメーカー、それが、インターオーラ、そこから発売された、ダイヤモンドライクだけど、カーボンかどうかは明言していないナノコーティングドライバー、それを採用したのがプルームだ、なんだろう、この足元のふわふわした感じ、でも、本当に繰り返すけど、商品としてはちゃんといいんだよな。といったところで今回はここまで、冒険心を裏切らない一台だと思うぞ。